おはようございます。おはようございます。さて本日ここどこでしょうか。はい、青森県津軽市の高山稲荷神社です。あの鳥居が有名な場所ですね。はい、千本鳥居が有名ですね。はい、ということで今日もね引き続き青森をちょっと巡ってみたいと思いますので、では本日も旅行ってみましょう。めちゃくちゃすごいねこれ。めちゃめちゃすごいです。やばいね。ねえ、うん、高山稲荷神社の千本鳥居すごく美しいです。美しすぎじゃない。ねえ、うん、今ちょうどね桜も咲いてるので、はいはい、またねそれがもう素晴らしいんです。ここは絶対来るべきポイントだね。はい、感動ですね。はい、いい場所だわ。ねえ、ご朱印いただきました。今の桜の時期限定の御朱印で、うん、とても素敵です。いや、ここ本当来てよかったよね。はい、桜と相まって最高でした。最高でした。春の青森といえば、はい、寺崎公園です。桜咲いてますかね。ね、行ってみましょうか。行ってみましょう。とりあえず本丸見に行こう。はい、見に行きましょう。いや、お城綺麗だったね。はい、うん、あの天守閣とても綺麗でした。はい、外側からね見たんですけど、はい、展望台に登ると岩木さんとね一緒にお城が見えてとても綺麗でした。ですね。はい、はい、青森銀行記念館です。立派ですね。ね、うん、こちら明治37年に建てられたそうです。お、ちょっと行ってみましょう。はい、
州弘前図書館です。はい、とてもレトロな作りで、うん、素敵です。これ魅力的だね。はい、うん、こういった建物がたくさんあるっていいですよね。だね、うん。ここは弘前市内にある、うん、古い歴史的建造物がミニチュアサイズになってます。なんかミニチュアだけど精巧に作られてるよね。ね、うん、まるで気分はゴジラです。はい、ということで、はい、綺麗な雪でしたけども、はい、ここはどこでしょうか。はい、鶴の前橋に来ています。めちゃくちゃ綺麗な雪でした ね、うん、山の色がどんどん変わっていってとっても綺麗でしたし、後ろには岩木山が見えていますですね。はい、綺麗に見えてます ね。はい、ということで今日も青森県を巡ってましたけどもいかがでしたか。はい、素晴らしい一日になりましたですね。はい、はい、青森県見どころたくさんあるんですが、はい、まだまだ全然回れてないので、はい、また再訪したいと思いますですね。また来たいということで、次回もね、また東北を巡ってその様子をお伝えできればと思いますので、はい、引き続きご覧になっていただければと思います。ということで本日の動画はここまでしたいと思います。このチャンネルでは旅の Vlog やセマチックムービーをアップしていますので、皆さんチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。